にちは。ごめんね、母さん。最近僕が研究で電気代を多めに使っちゃってるから。いや、それはいいんだ。問題は、ちょっと、何？見えないんだけど。お前だ、未来。いい加減に仕事をしなさい。だから、常識が古い。今日という今日はごまかされんからな。絶対に仕事をしてもらいます。今までにない強い圧を感じる。働かざる者食うべからず。もし本当に仕事をしないというのなら、この家を出てってもらうからな。わかったな、未来。この物語は今よりちょっとだけ未来を生きる家族のささやかな日常を描くホームドラマである。第5話、未来の働き方。ほらほら、運べ、おんねえぞ。おい、次のトラック来るぞ。誰？なんだこれ。メリー、こんなの。メリー、家から出たくない。あれからずっと寝込みっぱなしよ。ほとんどパワードスーツが運んでくれるからすっごい楽な仕事だったんだけどな。やっぱり無理なのよ、未来が働くなんて。それにあの子は革命の途中なのよ。いや、これ以上そんなへりくつを受け入れるわけにはいかない。今日という今日は断固とした姿勢で臨むぞ。でも、そういうことならさ、僕に任せてよ。起きて、未来。バーチャルワーカーなら続けられると思うよ。バーチャルワーカー、なんだそれは。トモロー、ネットワークを通じて好きな場所、好きな時間に働ける、それがバーチャルワーカー。未来、企業の新商品モニター会議の仕事を見つけておいてから。無理無理、外に出るのも誰。大丈夫、これならここにいたまま会議に出られる。つけるよ。よし、行っておいで、未来。ここどこ。はい、では皆さん揃いましたね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。未来は今この部屋じゃなくて会議室にいるんだ。はあ。こちらが我が社の新商品になります。日常を表現に変えるというコンセプトのスマートフットウェアなんですが、何か皆さんご意見いただけませんか。綺麗ですね。これ使ってダンスパフォーマンスとかしたら話題になるんじゃないですか。私的にはもう少しサイズ展開が欲しいですね。子供サイズがあったら嬉しいかも。私は、まあ靴とか全然こだわりないんで、よくわかんないんですけど、かわいいと思います。なんだ
だかよくわかんないけど仕事はできてるみたいね。よかった、うん、よかった、ありがとう。お茶にしましょうか。頑張れ、未来。で、やってられるか。なるほど。そういう問題じゃないんだよ。私は誰も働かなくてもいい世界のために革命の途中なんだよ。私は誰も働かなくてもいい世界のために革命の途中なんだよ。なるほど、これは使えるな。ん？どうかした父さん？何か感じるんだ。今この瞬間、未来がサボり始めたような。そんな、超能力者じゃないんだから。いや、これまで幾度となくあいつには煮え湯を飲まされてきた。動物の勘だ。ちょっと行ってくる。ええ、ですからその商品に関して言うと私としては、うん、少し値段が高いと思うので。ちゃんと仕事してるじゃない。少し安いとそのようだな。誰でも気兼ねなく買えていいんじゃないかなと思います、うん、ええ、ですからその商品に関して言うと私としては、うん、少し値段が高いと思うのでもう少し安いと誰でも気兼ねなく買えていいんじゃないかなと思います。その商品に関して言うと私としては、こんな短時間にリピート機能を見つけこんな風に使いこなすなんて、さすが未来天才だ。どこに感心してるの、トモロ。気兼ねなくてもいいんじゃないかなと思います。え、ですからその商品に関して言うと私としては、お前というやつは自分では働かんくせに悪知恵ばかりを働かせおって、だから何をやっても中途半端なんだ。そんなことならろくな人間にはならんぞ。あなたそこまで言わなくても。いや、今日は言うんだ。分かった、お父さん、ごめん、私が甘かった。中途半端やめる。よくないよね、中途半端は。分かってくれたのか、未来。うん、よかった。未来、よかった。分かってくれたのか。ですからその商品に関して言うと、うん、私としては、うん、少し何をしてるの。あの、未来がサボってやしないかと思って。何を言ってるの。あの子は変わった、俺にはわかるって。あなた散々言ってたじゃない。そうだな。ん、もう少し安いと誰でも買えていいんじゃないかなって思います。はい、私としては少し値段が高いと思うので、もう少し安いと誰でも気兼ねなく買えていいんじゃないかなと思います。はい。
こら未来、お前ってやつはベルベルバー、なにこっちだよん。未来は私だ。公式が古いね。あー未来、あー未来やってきました。バカ、お前はバカって言った、バカって言った、言ってないよ。おれ未来レプリカここにいたのか。未来、あ、お兄ちゃん、ちょっと話があるんだけど。あれ、お父さんたちは？ああ、未来を探しに出かけたよ。くいしょった。で、話って何？あ、うん、僕の研究のパートナーになってくれないかな。え、何言ってんの突然。突然なんかじゃない。未来のテクノロジーに対する考え方はいつも斬新で、それでいて先進的だ。僕はずっと感じてたんだ。未来と組めば今まで誰も思いつかなかったようなテクノロジーの使い方を。あ、いや無理だよね。ん？だって僕の手伝いなんかしたら働くことになっちゃうもんね。いや、それは大丈夫。そうはならないと思うよ。いやさ、ずっと考えてたんだ。世の中には正しいテクノロジーの使い方を分かってる人が誰もいない。こんなんじゃいつまで経っても私の革命は終わらないわって。こうなったら私が作るしかないでしょ。未来、あ、お金はいらないよ。労働になっちゃうんで。分かったよ。めんどくさいけど仕方ないか。革命家つらいね。おやすみ、お兄ちゃん、小太郎。3時間後の未来に起こしてね。未来。